ゲストにマラヤミズムの矢沢先生来ていただきました。受験生が今一番こう多い質問って何だと考えた？英単語の覚え方なんですよ。そうですね、よくある質問トップ3を用意してたらしいんですよね。よろしくお願いします。どうもパスラバの先生です。さあ今回はゲストにマラヤミズムの矢沢先生来ていただきました。どうも。すごい、わざわざ大阪から。はい、いや、はるばる中橋田専門塾マラミズムの矢沢です。よろしくお願いします。ありがとうございます。せっかくもう予備校講師の、はい、来ていただいたら、もうやっぱ受験生が今一番こう多い質問って何だと考えた？英単語の覚え方なんですよ。そうですね、もうこの春めちゃめちゃ困ってるでしょみんな。うん、せっかくなら英単語の覚え方を僕たちでオリジナルのこういうのだよっていうのを伝えたいなと思ってたんですけど、はい、何やくまたんとかなえがですね、よくある質問トップ3を用意してたらしいんですよね。ズバッと答えちゃいましょう。早速やっていきましょう。それではいきましょう、レッツゴー。レベルアップ。まず最初の1問目は僕からです。英単語は見て覚える派か書いて覚える派か、どっちですかという質問です。これは2択っすか、それ。まあ他の回もあってもいいです。他の回やったら俺は他の回かもしれない。俺も他の回だな。他？いや僕はもう全部書いて覚えてました。非効率でしたけど。それはおすすめはしない。しない。え、これはズバッと答えるかな、それかミックスしてもいい？まあミックスでも、実際にやってた方法で。スバルさんをお願いします。ではじゃあ、スバルさんからお願いします。はい、僕はまあ見るか書くかっていうよりは、聞くプラス読むですね。おー、なるほど。結構、てか今の時代はすごく僕は英単語の覚え方がいいと思うのは、スマホアプリを使って。あー、確かにね。はいはい。やっぱりその、音声で覚えたこと、そして自分が発したことって、やっぱ自分の経験として覚えられるので、そこはいいかなと思います。僕は、音読と単語カードって書くと。欲張りにやっちゃいましたけど。では一緒ですね。そう、やっぱり語感に働きかけるっていうところで音読をして喋りながら、まあ、英単語、日本語の意味、英単語、日本語の意味っていうのを何回も読んでいくっていうのは非常に覚えやすいんじゃないかなと思います。単語カードって何ですか？単語カードはね、僕はおすすめなのは単語王の単語カードを購入することをおすすめしてるんですけど、これまあ2200語ぐらいあるんですけど、一番非効率なのってできることをまた何回もやることがめっちゃ非効率だと思うんですよ。で、単語カードだったら覚えたやつと覚えてないやつ分けちゃえるんで、できないやつだけ何回も回せるっていうことで非常に効率が上がるっていう。単語カードは自分で書いてもいいっていうの？自分で書いてもいいですけど、やっぱ受験生の時間ね、めちゃめちゃ貴重なんで、単語カード4000円するんですよ。なんと4000円もするけど、これ買った方が絶対に時間的にいいと思います。情報量的にも。ちなみにその単語カード今紹介したことで、学びつづまさんにお金って入ってくる？いや、全然入ってない。企業は買います。確かに面白いですよ、単語カード。まあ僕だったらスマホアプリとかもありますけど、僕もその医学部の単語とか覚えるときにも単語カードみたいな使ってやってる人いたので、スマホアプリもね、いいんですけど、単語カードを回せるようになったら、大体ね、2200語を30分から45分ぐらいでいけるんですよ。で、それを何回も何回も周回させることによって、忘れなく定着させるっていうことができるようになるんで、そういう意味ではやっぱりいいかな。じゃあ2番目いきまーす。パブロ・ピカソの本名はパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホン・ネプ・ピカソなんですけど、はい、英単語暗記最大の NG を教えてください。 NG かー、ね、全然違う。あ、書けました？ちょっと待ってください。めちゃめちゃ動いてます。そうだね。いや、めちゃめちゃ動いてる。じゃあ答えていただきましょう。まず矢沢さんから。はい、これもう絶対 NG なんですけど、読めない。それは NG です、ね、そうなんですよ。音読をね、1個目に言いましたから、これもしね、アエステティックみたいな感じで読めばひどいでしょ。これもうエステティックって読めてたら、もう完全にこれ美的なっていう意味になりますから、やっぱり読めないっていうのはもう絶対にやめた方がいいですね、はいはいはい、これが揃ってないと1個目も使えなくなっちゃうんで、まさにパズルのピースがはまらないと。宇佐美さん。はい、僕はですね、こちらです。最初から一単語に時間をかける。なるほど、確かにね。これがですね、本当に初心者ある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 ほんまにあるんですけど、例えば一つの単語に今5、6個じゃ意味がありました。あー全部覚えちゃおうと思っても3分ぐらい5分とか時間をかけて覚えました。そこに満足してしまって、こう例えばあれ覚えてるって言った時に、多分ほとんどの人覚えてないんですよね、最初は。多分すごく僕もシンプルに覚えます、1単語の1語。そこをどんどん反復していって、あ、もうこれできるってなったらプラスアルファで覚えたりとか、長文とかで見た時に、あれと、あ、見たことあるじゃん、あれけどちょっと意味が違うなと思ったら、こんな意味もあるのか、そういう発見がありながら英単語って覚えると楽しいかなと思います。長文でやって感動したやつはなかなか忘れないですね。そうですよ ね。あれ東大模試のなんかあの時に出たやつだみたいな。はい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 、そうですよね。そうですよね、うん、よろしく頼むぞ。では3問目聞きましょう。じゃあ3問目はですね、英単語暗記で最大の失敗は何ですかっていう、失敗した経験を書いてください。僕たちのってことですね。そうです、失敗をさらけ出すってすごい大事ですもんね。最近失敗したこととかあります？日々失敗の連続でしょ。くまたんどんな
ことが人生最大の失敗でした。まあ僕は二浪したことですかね。ブレインクリン。かなめさんは失敗したことはありますか最近？うせものが多いんですよね。確かに家の鍵なくしたりしてますね。じゃあスバルから。はい、僕の失敗はですね、これちょっとあれなんですけど、スマホアプリを使用しなかった。そうなんです。これは別に確かに別に失敗では全然ないかなっていう人もいるとは思うんですけど、僕は正直、自分が受験生の時かたくなにそれはやらないようにしてたんですよね。はいはいはい。そしたら何が起きたかっていうと、はい、聞くとかそれこそ読むとかそういう音声で覚えるっていうことが全くできなかった。ああなるほど。とかあとは CD とかあるじゃないですか。 CD とかも高いからかたくなに買わなければ自分はそれこそ本当に最初は読むとか、はいはいはい、書いてみたいな形ばっかなんですね、はいはい、もう今やっぱりそれこそ本当に思うのは、どんどん使えるものはやっぱ使った方がいいなっていうのは思うんですよね。いろんな英単語アプリがありますけれども、僕はまあみかんとか。なるほど。はい。これを使って他のアプリ起動してしまったらもうアウトですね。読み込み中です。はい、矢沢さん、はい、お願いします。これは過去の自分に言ってあげたい。全体を見てない、地獄だったんです。学校の単語テストを僕地獄に感じてたんです。うーん、例えば1週間に50個って受験経験した側からするともう楽勝じゃないですか、1週間50個なんて、うんうん、でも全部でこんだけっていうのが分かってないから1週間50個が地獄に感じるんですよね。先が見えない。でこれは英単語だけじゃなくて大学受験に通じる、まあ大学受験だけじゃないね、全てのビジネスでも何でもそうだけど、全体をまず俯瞰してみて、そこから、どういう風な戦略を組んでいくかっていうのは非常に大事なんで、英単語でもやっぱり次第だったら大体2000語ぐらい、国公立でも2500から3000ぐらいっていう全体をまず知ってから覚え始めた方がいいかなと。もうゴールからまあ逆算みたいなところですよね。そう、それなら計画も立てれないからね。深いですね、まだ水野さん。ちょっと言えてへんよ。それぞれ意見を述べていただいたんですけど、じゃあ最後のスバルから。逆に僕聞いたんですけど、マラミズムさんって英単語の覚え方をめちゃくちゃ種類があるって聞いたんですか？ああ、そうですね、はい、まあ、それはまあレベルによったりだとか、うん、まあ、今の状況によってやっぱり一人一人合うやり方っていうのがあると思うんで、はいろいろ、はい、まあ、こういう種類あるよっていうのを10個ぐらい。あ、10個も。はい。それなんか動画とか見れるんですか？あ、見れます見れます。お、マジですか？はい。あ、じゃあぜひ概要欄にその英単語の覚え方も、はい、貼っておきますので、ぜひそっちのマラミズムさんの入ってください。そして今マラミズムさんでは、全国の知り合い受験生に向けて無料で年間の勉強計画を立ててる。そうなんですよ。もうそれこそもう全体を見渡すためにヒットしました。ヒットしました。はい、ということでぜひ興味のある方は概要欄に YouTube のチャンネルリンクを載せておきますので、ぜひそちらに、お越しください。はい、あのマナリズムの無料受験相談を受けてくれた人に全て勉強計画を制作しているので、ぜひそちらもお申し込みいただければと思います。はい。いや本当にありがとうございます。大阪からわざわざ。いやいや、こちらこそです。はい、もうじゃあ今後もし可能だったらさ、カナエとかクマさんとか混ぜて何かこう新しいゲームみたいなことやりたい。やりましょう。じゃあぜひ視聴者さんのもぜひその英単語の覚え方、何か自分はこういうことしてましたよみたいなのあればコメントに残してください。それではお疲れ様でした。バイバイ。